ベトナム語の母音を一つ一つ丁寧に学んでいきましょう。日本人にとってとてもややこしいのが、アルファベットの上に記号があるかどうかという違いです。これを意識しながら、一つ一つ区別していきましょう。あ、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 う、う。あは口を大きく開けて、あーと伸ばします。普通のあーです。それに対し、この単音記号、短い音の記号というものがつくと、あーではなく、あ、伸ばさないあになります。次に、このハット記号というものがつくと、口を狭くして発音しろという意味なのですが、この場合、曖昧な音、う、あ、う、おの中間の音です。英語にもこの発音記号の音があるのをご存知かもしれません。口を狭く開いて曖昧な音、う、う、と言います。あ、この中で特に間違えやすいのは、この、うの音です。ハット記号、ハット記号がついた音に注意しましょう。いの音はそんなに難しくありません。I で書いた場合も、Y で書いた場合も、とりあえず、いの音だと思ってください。次に、アルファベットの U を元にした音です。う、う、う、う。まず、記号のついていないうの音は、唇を前に突き出して、うと言います。日本語とは違い、唇を前に突き出しますので、普通にうと言っても、曖昧な音のうなのか、区別がつきませんので、しっかりと区別するために、うという時には唇を突き出してください。次に、U の右側に角のような本記号がついた場合の音です。この本記号がつくと、唇を横に開いて発音します。なので、うとイが混ざったような音になります。う、う、これも日本人にとって間違いやすい音です。次、アルファベットの E を元にした音です。E だけ書いた場合には、え、え。こちらは、え、え。こちらは口を大きく開いて、え、と言うんですけれども、こっちは口を狭く開いて、いに近いえを言います。え、え。口の開き方が違うということですね。最後、アルファベットの O を元にした音です。何も記号をつけない場合、お、お。口を大きく開いて、お。と言います。このハット記号をつけた場合は、口を狭く開きますので、うに近いおです。お、お。そして、この本記号をつけた場合には、曖昧な音になります。曖昧な音を長く発音してください。う、う、う、カタカナでは表現できない音です。ではここまでを順番に通していってみましょう。あ、あ、あ、
う、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 え、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 お、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 う、う。特に間違いやすいものは、この曖昧な音、う、う。そしてそれを長く発音したもの、う、う。そして、うではないということで、う、う。この三つに特に注意するようにしましょう。そして、これらの音を全部完璧に聞き分けることなんて不可能ですから、特に注意すべき、こういった曖昧な音とか、赤字で書いてあるものについて、特別の注意を払えば、他のことはとりあえず間違いなく伝わりますので、あまり完璧にしようと心配しすぎないようにしてください。文字がごちゃごちゃしていて悩んでしまう場合、この動画を何回も見直して、アルファベットを一つ一つ区別できる、そういう状態にトレーニングしていくようにしましょう。